はい、こんにちは、今日こちらに来ておりますが、はい、どこでしょうか、戸部大通り商店会のそば所松山さんにお邪魔しております。はい、はい、おそば。おそばです、うん、もう随分ガチ麺の時が最後だったかな。だからご無沙汰しちゃってます。ご無沙汰ですか、はい、うん、ちょっとメニューが気になりますが。そうですね、ちょっとメニューって見てみてもいいですか。はい、ガチ麺の時に出たのが、はい、これ、舞茸鶏南蛮。舞茸鶏南蛮、うん、これは頼もうかなと思うんです。はい、うん、で手書き の, あのスペシャルメニューがありまして、はい、そこから何か一つ一品こっちから、うん、まあ、本日のおすすめ的な感じですね。そうですね、いっぱいありますが、季節、まあ、大体こういう時は筆頭を頼むことにしております。はい、ヒットです。一番最初に書いてあるやつ。書いてあるやつ、ね、はい、桜エビのかき揚げ天せろ、はい、これでしょう。こちら、うん、かきとかもねすごい気になるんですが。いいですね。あのね、ちょっと個人的に気になるのが、あの蕎麦屋の TKG ってのは、あ、卵かけご飯だね。ですね。これ頼んでみ、それも頼む。頼んじゃっていいですか。はい、いいですよ。また自分に無理をさせていくという。いや、大丈夫です、大丈夫です。食べたくなっちゃうんですよね。はい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 。そうか。あの長らく私が食べられなかったものの筆頭が、今日筆頭が多いな。卵かけご飯。まあ卵はそうですよね。そうなんです。全般にダメだったんで、でもなんかいけるかもしれないな。ちょっと分けて。はい、わかりました。ねえ、すっかり焼きそばの人になってしまいました。そうですね、はい、テレビ出たりラジオ出たりと最近多忙ですが、多忙ですが、はい、基本的には天丼の人なんですけどね。でも知らぬ間にね、こう天丼の人から焼きそばの人にこう衣替えというか収支替えというか、もう、ね、そんなことはないんですけど、うん、まあでもそうやってね、年関係なくこう新しいところに攻めていくスタイルっていうのはやっぱ見習わなきゃなとちょっと思っておりますが。59ですよ、59。まもなく50、うん、そうか、もう59ですね。オンエアの頃は59。もうオンエアの頃は59でございますよ、はい、もうあの還暦カウントダウンに入りますからね。よし。未だに食欲衰えず、頑張っております。素晴らしい。今日も美味しくいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、はい、うん、やってまいりました。はい、食べるときはマスクを外させてください。ね、はい、では早速いただきます。いただきます。ですけど、あの横浜のね味がするんですよ、ちゃんと。そこがいいところで、その横浜の味っていうのはちょっと濃いめでちょっと甘め、これが、東京と違うと、うん、あの僕は子供の頃から慣れ親しんだ味がします。はい、ゆうくんが頼んだ卵かけご飯、です。はい、なんかいろいろね、あのちょっとたぬきっぽく天ぷらの天かすが入ってたり、ネギとか、うん、ちょっと混ぜたら俺分けてくれる、はい、ちょうどいいものがある。お取りください。うん、もうゆうくんはそのままいって、はい、卵かけご飯になりました。いってみましょう。これは
ただの卵かけご飯というよりはもっと先に行ったものだね、うん、あの普通卵かけご飯ってやっぱイメージ、うん、醤油とかかけるじゃないですか、うんうん、あれとは概念が違う。ちょっと天丼のタレっぽくない、うん、ちょっと甘めので卵がね、ちょっとご飯の中で混じるから親子丼の気配もちょっと感じるんですよね、うん、で揚げ玉が入ってるからたぬき丼、うん、そっちかたぬきか、これは絶対にいい、うん、あっという間に食べちゃった、うん、サラサラっと入る、うん、でも味は濃厚でね、うん、面白いというわけでいっぱいいただきました。ごちそうさまです。ということで松山そば店さんにお邪魔しておいしいものをいろいろいただきました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まずは、はい、お名前をお聞かせください、はい、長島大輝と申します。あ、はい、長島さんです、はいはい、こちらのお店っていつぐらいからやってますの？はい、もう70年ぐらい経ちます。70年。そば屋歴史が深いですね、うん、70年ってことは、はい、ん、昭和20年代かな、もうちょっと前かな、自分で4代目になります。4代目だから、はい、4代、なかなかもう僕今59なんですけど、はい、僕より年上の店ってね、もうだんだん少なくなってきてるんで、はい、嬉しい限りで、で、なんて言うんだろう、僕横浜生まれて横浜で食べていたお蕎麦の懐かしいつゆの味がちゃんとするんで、すごい嬉しいんですけど、ずっと代々引き継がれてる、ね、はい、味は変えずにという感じでやらせていただきますね、はい、でプラスこう新しいメニューも少しずつ、うん、いろいろ、はい、ね、一応季節に合わせていろんなものを出していただきます、ね、はい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 、ね、なんかそれがね、なかなかね、気が利いてるというか、なんか前回かなり多くなってるんじゃないかな、ね、増えた増えた、ね、ローストポーク丼って蕎麦屋さんなのにみたいな、自分が入ってからちょっといろいろと、あ、そうなんです、そうですね、変えてる、ちょっと若い人向けっていうか、そうですね、うん、最近この辺に引っ越してくる方増えられたので、家族の方が多いんですよ、はい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 、はい、お子様連れがすごい多いので、どなたでも召し上がるような、はいはい、なるほど、はい、風和させてもらってます。なるほど、センスは若さならでは、でもなんかちょっと髪型とか新品ねちょっと長さを負けてます縛り系だね、はい、縛り系、昔は縛れてたんだけどね、懐かしい、懐かしいですね、今もうこんなの資源がね、もう完全に枯渇してきてるんですみません、そんな話でもうズバリ伺っちゃうと、はい、このお店の売りというのは何を考えてます、はいですね、やっぱり地元に愛されるようになりたいのと、うんうんうん、あとは基本的には神奈川県のものを使ってるんですよ、ね、うんうんうん、地のものを皆さんに味わっていただきたいということで、うんうん、そうですね、あとプラスアルファでいろいろお酒とか提供しているので、うんうんうん、その時々に合った旬のもので、うん、皆さんに美味しいものという感じでやらせていただきます、ね、なるほど、具体的にはどんなものが食材的にそうですね、三浦の方とか横須賀の方の野菜が多いんですけど、なるほど、基本的に野菜中心で、そうですね、そうです、出してるお刺身とかも、はい、市場にそこの中央市場があるんですけど、仕入れてきてっていう感じになりますね、なるほど、その時間帯に来ないといけないね、また ね、そこにまた神髄がありそうだね、ぜひ夜とか、夜帯で、わかりました、はい、はい、地元に愛されるようなお店に、うん、そうですね、地元プラスアルファぐらいでたまに遠くから来てくれたりするといいですよね。じゃあ飲みに行きます。はい、行きましょう。はい。本当に近所に欲しいお店のナンバーワンみたいな。うん。今はいますよね。この辺じゃないからあれなんだけど、うん、来ちゃうよねこれはね。ご飯食べつつお酒飲みつつみたいな感じでね。うん、まあ、昔ながらのお蕎麦屋さんってだんだん少なくなってきたけど、はいはい、そうやって皆さんに気軽に使っていただけるっていう、なんかそれ新しい、なんかそういう感じがちょっとねあってね、いいなと思うんですよ。でまたここでちっちゃな頃ここで食べた蕎麦の味を覚えて大きくなって、またここで食べて、ああ同じだって思ってくれるといいななんて勝手なことを考えてました。すみません。どうもありがとうございます。ありがとうございました。